時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
井戸底におるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、薬水の瓢箪だ。これで。は。そなたの体。その後とは。あの世のこと。はい。いや、今はこの行為。堀沿いに進んだ橋一心様より、まずはその見つけたら足の羽笛で、ほら昔聞かせ、その音を頼りに。Thank you.
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出てまずはアシナの国あるいはどこかに身を。そなたはどう思う。御意。御意か。は。いや、さあ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の剣一枚、参る。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。覚めたようじゃな。
まだ日の定めではないと見える。お前さん、名は何と言え。さしずめに言えぬ。それわしはほとんど、お前さんはお前。何故俺はここに。ただ拾った屍かどうかもは呪い。どれほど俺は眠。そう。じゃあ主。アシナの死だが、お前さんを見。この左腕。そいつは石腕の狼には、おわ、仏を掘るには、忍び。そいつは、任務を見、任務。さ、任務を持ってきたら、そうすりゃ。生きな。巫女様のわし竜そう呼ばぬし、それゆつお前さんの体がお前さんの足なのしだん、お前さんもそうじゃが、この荒れ寺には寺を出てみ、妙なこと気が合うかも。その優しい誠の人が己のうちに怒り、そうい。まことに竜院の地、この目でしかと。何者だ。エマと猿岡。猿岡。すみませぬが、ただそう、真です。あなたがそれはクスシとして、この標。はい、あなたが気づい、この標尽きたと。クスシと標炭の種。種だと。はい、薬水は新手に入れたい。わかった。一つ。なんだ。少し。何、白い。いや、ならば、あるいは、もう良いか。ああ、無礼をしました。ではまた。